シュトモシチャンネル。長い間この学校を経営をしていて、この教育で守らなきゃいけないものと、それからそのどんどん時代も変わるし、科学もいろんな技術も変わっていくというところで、まあ、普遍のものをだけじゃなくて、まあ、流行という言葉を使っていますけれども、変わっていくものと、でその変わっていく中で生きていく子どもたちを育てるので、両方とも大事だというのがものすごく、あって、実は聖書は2000年前ぐらいに書かれたもので、でも未だに本当にそれをこう規範として生きている方もいっぱいいて、はいはい、でそれは何を物語るかったら、人間は一つも変わってないんですよね、うん、それで亡くなって子孫は残していくけれども、全部リセットされて毎回ゼロからいろんなものが始まってる、はい、ただ変わってるのは周りの環境、科学技術だ、医学が違う、長生きする、それ以外に周りのいろんな便利なものがあるっていう中で、結局は人間というのは一回リセットされて生まれてくる、そういう、でもちろん本とかいろんな情報で、昔よりもどんどん蓄積はされていると思うんですけど、僕が言いたいのは本質ですよね、うん、人間の持っている素晴らしいものもあるんですけど、恐ろしいものもあるんですね、人間の中にある。でそういうようなものがやっぱり基本的に、変わらないでいくものがあるときに、それをきちんと教育の中にそれを知っていて、そしてそれを、まあ、教育の中に織り込んでいっていかないと、いつまでたってもこの人間の素晴らしいところもあるんですけど、愚かなところ、今で言えば世界中で、ね、平和だとかいうものを左右できる人間が出てくる。で人間は弱いところも強いところもあるんですけども、例えば恐怖とか集団の中に入ると突然弱くなる、うん、でそういうようなものをコントロールする人間も出てきて、まあもう国家の在り方ですよね、うんうん、でこういうようなものを若いうちからちゃんと学校の中でそういう状況の中でどう考えていくのかっていうところが教育の根幹だと思ってるんですね。普遍の教育の中で人間というものは何か、どう生きるのかっていう命題をね、日本はそうではなかったんですね。私のこのこういう文章の中にもどうしても、乱暴に書いちゃうんですけども、結局は日本のこの今年も最初に書かせていただきましたが、はい、教育のまあこういう公教育をスタートするときに、教育の目標が一人ずつのとか、一人ずつが平和に生きるとか、うん、国の平和というよりも国の人材を作るというか、はいはい、国の駒を作るための教育ですから、うん、もうこれ自体が間違ってるんですよ、うん、間違ってるというか、国としては間違ってないんですけども、うん、私たち教育者としては違うんですよね、うん、で そこのところが、私たちは平和な日本になってきましたけども、平和な時にきちんと平和なことが言える時期にきちんとした教育をできるのにやらないのが、僕はもったいないって言ったら言葉はあれですけど、うん、私たちの使命かなというふうに思ってるんですよね、うん、はい、でそれはキリスト教の学校だけじゃなくてもみんなやってるっていうか、うん、それぞれのスタンスでやると思うんですけども、でキリスト教の学校のこの何て言うんですか、普遍のところにそれが散りばめられているとすごく感じてますし、また散りばめられているのに気がつかないで毎日の教育を時の流れで流れていくのは ものすごくもったいないと思う、うん、大事なことはご家庭の教育とまたは ご両親のお考え方と、それから学校がこんな教育、うん、大切だと思うことをきちんと伝えて、うん、私学は多様性が あると思ってますので、またそれが私学の一番大きなメリットだと思うので、その
この学校の進む道をちゃんと伝えることがまず私の仕事で、この指止まれだと思うんですね。ですからある家庭から取ったら全く無意味っていうことがあって当然だと思いますし、でもあるご家庭からしたらもうまさにそういうこれから子供に人生を送らせていくのに、そこでこの学校に預けたいっていう、それをちゃんとやらないと不幸が起きると思うんですね。じゃあどんなことかっていうのは、いわゆる学校の3つの中の、まあ、簡単に言うと独自性のところなんですけど、はい、独自性とそれから、まあ、継続性と先進性っていうのは私いつもこれを毎回今月またはこの今年度事業計画を立てる時もね、はい、この3つで経営してるんですけども、その中の一番大きな独自性がね、はい、それこそ不益でいくところなんですよね、うん、教育の根幹は平和の使者を作るっていうところだけなんです、はい、人間がみんな平和に生きるっていうところなんです。じゃあ平和って何って言ったら、これはもう本当に今世界中から言ったら何そんな甘ったれたこと言うんだって言われるかもしれないけど、今日本には自由がまだある。で平和は何かって言ったらみんなに自由が保障されることで、じゃあその自由ってどう獲得してきたのかとかいうのはものはやっぱりちゃんと歴史的なことも知って、でこの自由をじゃあ担保していくにはどうしたらいいのかっていうことをちゃんと子どもたちに伝えていかなきゃいけないかなと思うんですよね、うん、うちの中ではまず最初に先生たちにもこれは 1,2,3,3 つのまず教育 のこう進め方として3つ大きなところがあって、1つ目は1人ずつが全く違う。でこれを聖書的に言うと、みんな神様から与えられたギフト賜物がみんな違う。これはまあ世の中で言うと才能とか個性とか言いますけど、でこれを自分で気づかせる。要するに例えば何か、なんか作文しなさいって言ったらもう5分であくびしちゃうけど、お絵を描いてたら1時間経って、もう1時間経ったから休みなさいって言っても、もうそんな経ったの。まあ簡単な例ですけども、でやっぱりその子には与えられた興味とか得意なものっていうのが、うん、まあ言葉で言うと、ね、なかなかうまく言えませんけど、みんな違うんですよ、ね、でこれに気づいてこれをやっぱり伸ばしていく。中にはそれじゃ飯食えないものがあるんじゃないかとかよく言われますけども、うん、でもそれも伸ばしていく、うん、そうすると他のもの、それを何か追求していくと他のものまで必要になってくるんで、そこは学んだり、うん、自分で補充はしていくんですけど、でもやっぱり自分のやってた時にこれは努力しないでも、できることって人間にあるんですね、一人ずつ。でこれに気づかせてあげると、子どもたちは今自己肯定感がないとか言いますけども、うん、キリスト教の学校はまず、特にうちの学校はまず一人ずつがみんな違っていい、うん、で自分の、うん、分かりやすいのは例えば運動能力が高いとか、おしゃべったりなんかするのが非常に上手だとか、歌がうまいとか、うん、なんていうんですか、みんなをまとめてみんなをこう和やかにするのが上手だと、これも大切な力で、で今はそのギフトが世の中は点数化できるものだけで測ってきた、うん、もうキリスト教の学校はもうできた時から非認知能力、つまり点数化できない優しさとか、うん、そういうようなもの、努力する力だとか、相手を和ませる力って、うん、これ点数化できないんだけど、はい、でこれを大切にしてきて、それも世の中に出た時に人を本当に幸せにしたりする。でこのまず1番目はそれを見つけ出して伸ばしていく、うん、でも霞くって生きていけないっていうのがあるから、はい、それをどう生かして世の中で、うん、まあ生計の足しにもしていくようなことがしていかなきゃいけないし、うん、はいはい、でもそれを考えさせる、これはライフデザインって呼んでるんですけども、うん、自分の生き方を考えさせる、うん、でも生き方を考えさせるには実は知識も必要なんですね、うんうん、でそこで学問も教えます、はい、ある程度、はい、だけど目的は学問が目的じゃないです。
自分がどう生きていくかのための糧がないと、自分が自分それでと気づかせながらそれをこう持っていくっていうのがまず一番目 の、 あのうちの学校の一番大きなとこなんですね。で2番目は今度はその全く違う人たちが一緒に共に平和に生きていくことを学校の中で教えていく。生徒会今日も朝それだったんですけど、生徒会長が選ばれて今日今発表したんですけども、はい、とそういう自治活動だとか、うん、クラブ活動だとか運動会だとかみんな違うのをやるとぶつかります、うんうん、でぶつかってこんな喧嘩してたんじゃダメでどう落とし込むのか、うん、でも絶対みんな同じ色じゃないから、でそれをところでみんなどのようにしていってどう話し合ったりどこで落ち着けていくのかっていうようなこととか、それからみんな違う人を攻撃するんじゃなくて、その人の意見ちゃんと聞いて自分の中に取り込んでお互いにこのなんていうんですか、あの落としどころを見つけていく、うんね、これはもう世界平和の第一歩ですから、あのそういうようなもので、うん、全く同じ人はなれないわけですからね、どうしていくか、でそこら辺のところが、うん、あの2番目のところで、はい、そして共に生きていく中でうちの学校では強調しているのは、人間は自分のために何かやった時の喜びってあるんですけど、成功した喜びあるんですけど、それをもし1の喜びとすると、うん、自分で何かしたことが誰かの役に立った、うん、誰かが喜んでくれたとなると、この喜びってとんでもない喜びだっていうことを子供のうちから教えたいんですね、うん、それが他者のために、うん、これが今日の政府につながっているんですよ、うん、自分でしてもらいたいことは誰かに、うん、でそれは誰かにしなさいじゃなくて、実はしてみたら誰かが喜んだら自分が ものすごく幸せハッピーになっているということを、人間はそういう本来、これは変わってなくて、またこれリセットされないもんだというふうに思っているんですけども、それともう一つはさ、みんな違うから、みんな違うものが、こっちは得意な人がいるけど私はこっちこれは苦手だっていう人たちが集まって共同してその力を合力ベクトルをいろんなベクトルの向いてるのを合わせて、そして何か成功するこの喜び、達成感みたいなのを学生のうちに覚えさせたいんですね。とみんな違う人でもこんないがみ合って、一般的には普通の今の私たちの年代から前後あたりは同志を集めてやっていく形態しか知らなかったんです。なぜかって昔の教育ですから、はいはい、だから会社でも何でも都合の悪いのは恥ずいて同志だけでやるから同じ方向だからパワー出ないんですね。全く違うやつと一緒にやっていかないと。でこういうようなものを学校のうちから、学生のうちから自治会活動とかそういうのでこう覚えていってもらう、うん、でその Go to serve ってあの Go out to serve って向こうの昔の宣教師がうちの人がいつもちゃんと学んで、そして外へ出て行って誰かのためにサーブしなさいっていうのがうちの教訓にあるんですけども、うん、なるほど。そういうでそれは苦しくない、人のためにやったら、なんか今の実利社会だったら人よりも自分のことやった方がいいじゃないってよく言うんだけど、実は人のことやって自分のことだけやってても何の楽しいこともないし、限界なんですよ。楽しいかもしれないけど、でも人のために役に立つと本当に素晴らしい、自分の見返りじゃなくて自分が幸せになっていく。でこの連鎖を世の中に作れたら、もう本当に平和になるっていうことですね。あと一番の学校は3番目は、男女別学なので、この別学を極めた教育をしていこう、僕男女共学全然否定しないんです。自分全部男女共学でしたから、はい、それはそれでいいけど、あの多様性、学校の多様性の中で女子教育の特化したあのプロの集団にしたいんですよね、でこれも一つ大切なこと でその中でしかあのこうなんていうかな、思春期の男性の目とかそういうようなものを気にしながら生きていくのが辛い子もいるんですね。そういう子たちをちゃんと集めていく特化した教育っていうのが今、うちの学校ではその3つを、まあ、お母さんたちに分かりやすく説明して、教育してるっていうところなんですね。そういう中でその不益と流行っていうか、流行っていうか世の中の
時代要求ですよね。親がいやそうは言っても時代が変わっていくからあのご覧出たら読み書きそろばんじゃなくてやっぱり、タブレット使えるようになってほしいし、うん、SNS をちゃんと、はい、あの危なくなく使っていけるようなあれをしてあげて、うんうん、っていうのはもちろん取り込んで、はいはい、やっていくんですけどね、はい、まあ、一応大きなところは、うん、そこを守りながら、うん、そして前の教育のように他人と比較の教育ではなくてその子の持ってるものを引き出して、うん、エデュケート、さっきのねその今度聞いてみたいの裏側から言うのどういう解釈なのかね、うん、引き出すんじゃなくて、どういうふうにしていくのか僕もすごい興味あるんですけどいうようなもののが根底にあります。プロテスタントとか、うん、カソリックとか、はい、いろんなのもあってもね、はい、でこれは私も、クリスチャンの端くれですけどもただそのなんていうんですか人間っていうのはやっぱり弱いものですよね、うん、そして、自分だけの力では何もできないことは多分みんな知ってるって言った時にそれではさっき言った2番目の、みんなで助け合うっていうところになった時にはやっぱりその、みんな違う人たちが集まってる中でものすごい葛藤を常にあるわけですよね、うんうん、でそういう中で、どうしようもない状況になった時に自分がやっぱりこの方向に自分が持っていって苦しいところからこっちにお助けくだしたいなっていう思いを何かにこう何て言うんですかね、まあ、今絶対的な力を持っているものを神様っていうふうに、うん、こうまあ、聖書の中では設定しているわけで、人間はもう、ね、全然オールマイティでもないもう、無力なものだけどそこに大きな絶対的な力をあるっていう、ね、うん、神をそこに、置いてそこにあなたに近づいていくし助けてください自分だけではどうしようもないけどっていうようなものをこう設定してそこにお祈りをいつもすることで、うん、実は、自分が変わっていく人間は人は変えられないけども自分は変えられるんですよね、うん、でここなんですよね祈るっていうのは知らないうちに自分を変えようとしてるんだと僕は僕の解釈です。でも人は変えられないんですよいくら怒っても何してもだけど自分の中でこうなこういうふうにしなきゃ自分はまたこんなことを親にこんな反抗しちゃったとかね何でもいいんですけどもこんな心を許してください自分はこの次からお父さんお母さんがこういったのをちゃんと聞かなきゃいけないと思いますみたいに言っていくうちにだんだん知らないうちに近づいていく。神様はいないのかもしれないけどでも神様がそっちの方向に向かっていくっていうようなね、いうようなことを子どもたちに聞かれるといつもそんな言い方をしています。うちの学校はもちろんリーダーが輩出していけば嬉しいことなんですけどそこに焦点を当てると、うん、これは私の考えも相当入ってるんですけどいいリーダーは育たない。じゃあどうするかって言ったらいいフォロワーを作っていく、うん、そしていいリーダーはフォロワーの中から育つ、うん、ちゃんとしたフォロワーを作っていく、うんうん、でそれが、まあ、人のために要するにトップのために自分がどこのところ弱いのかトップがじゃあどうこれフォローしたいって考えることをいっぱいやった人がもしトップになると周りが見えてきてでその使い方も上手になる、うん、突然二世社長がみんななってうまくいかないっていうのは最初からトップ教育ばっかりしてるから、うん、でも本当は下積みの、ね、人たちのあれをよく分かってなきゃそれが分かってる人もいっぱいいるけどもうちの学校もそっちからだねっていうのでフォロワー教育を、うん、フォロワーシップを大切にしてる学校でこれがキリスト教の教えの中にもやっぱりあるんですよね、うん、ここはもう毎日の礼拝でこの場所で1000人以上の生徒が集まってまず学校が開かれている時は毎朝礼拝する場所として使っています。まずは多くのね本を読んでもらうような環境図書館が師匠の先生たちがいろいろ工夫していただいて
まあ、見ていただいて分かるようにいろんなあのジャンルのものをなるべく多く、そしてあの、まあ、書物にこうなんていうんですか、近づける、比較的あの、女の子たちですので書物は好きな子が多いので、そのなんていうかニーズに合わせたあの選書もしてくれています。あとはここが学びの拠点になるようにこれからあのメディアセンター構想っていうのを今考えていまして、まああのもう少し先に将来なんですけど、それに今準備をして校舎の建築なんかも考えながら今あの進めてるところなんですけど、それぞれみんな趣向が違う、あの興味も違うので、なるべく多くのジャンルをいろんなものを用意して、で彼女たちがそこから何かいい意味で影響を受けるようなね、そういう場所になればいいかなというふうに思っています。都会の中の学校なんですけど、やっぱりあのこの環境っていう意味では自然は残すことが情操的にも何か与える影響はあるんじゃないかと自分でも感じますね。この私の年代でも癒されるところがあるので、で彼女たちもあの天気のいい日とかはやっぱりどうしてもこういうところにね、あの足を運んでいるようです。ここは大切に守っていきたいなというふうに思っています。本校では築山っていうふうに呼んでますけども、日本古来の、文化を大事にするっていうのもこの学校の最初の、 あのイギリス人の宣教師の方たちもあの日本の文化は大切にっていう中で、やっぱり日本庭園的な、これはあのこの後向こう茶室もご紹介しますけども、あのその文化は大切にしていますよね。残していきたいなとは思っています。あのこの学校を作られた時のイギリスの宣教師の方たちがやっぱり第一にしたのは日本の文化をやっぱり守るということで、そちらにあのイングリッシュエリアみたいのもありますけれども、あの今こう茶室ありますけれども、日本の文化、お庭もそうですけども、大切にしてくれて、そして実はあの精神的なものも含めて、本校は小笠原流という霊法を中心として子どもたちの霊法もちゃんと習っています。その中の一つに、茶道という、これもあの大切にして、ここだけじゃなくてまた別の、日本間もあの道路を渡った向こうに用意してありますけど、ここもあの、お茶の茶道部とかお茶の授業で使うようにはしています。ここはあの放課後の自習室というか勉強して、結構評判良くて、クラブ終わってからここで勉強して、それからお家に帰る。ここの建物全部で今、スタディーホールと呼んでいて、生徒たちの自習を中心として、そしてそれにサポートするあの先生方が何人かいて、放課後で中学生を最初対象としてやっていたんですけど、高校生からもニーズが高いので、今高校の受験生とか高校の勉強にも今、あの発展して、今高校生も有効利用してもらっている場所です。放課後であの下校時間にも左右されないで、少し遅い時間までここでは勉強できるというあの場所になってます。あの勉強はやっぱり自分で動いた時の力だと思うので、やっぱり自習をして、でも分からないところをちゃんとあのすぐ近くにいるあの先生方に教えていただく、ここは特別な、ここだけの先生方がいますので、はい、そういう場所ですね。いろいろ学校を紹介してきましたけれども、最後に、受験生の皆さんにですね、高蘭女学校としてお伝えしたいことがあります。それは都内の私立学校にたくさんありますけど、全部違っていて、それぞれ素晴らしい教育を持っています。で、お子さんたちもみんな違います。そして人生を変える6年間です、思春期の。この学校選びはある意味で、今言ったように人生を決定づける選択になるかもしれません。いろいろな角度で学校を選ぶかもしれませんが、お父様お母様お嬢さんのことをよくご存知だと思いますので、いろいろな施設から先生たち、そして在校生の人たち、いろんな角度から見て、本当にお嬢様に合った学校なのかどうか、
どの学校も素晴らしいと思います。一番大切なことは、お子さんに合ってるかどうか、そこだと思いますので、ぜひ、いろいろな学校も含めてですね、足を運んで、そこの空気を吸っていただきたい。そんなふうに思います。そういう学校選びをしていただいて、もし、高蘭中学校がお嬢様に合っていれば、ぜひ、本校の門を叩いていただければありがたいな、そんなふうに思います。今日はありがとうございました。